旅くじってご存知ですかね。今回は挑戦してみようと思いますので、取るわけですよ。叫びたいですもん。しゃー、まだ時間があるので、はい、春休みに行こうと思います。 Many months later ということですね。あれから約4ヶ月、もう3月の暮れですね。早く使わないと期限切れちゃうよということで、はい、成田空港に来たわけなんですけれども、今日はここから石垣まで向かいます。一応ね、このやつもう持ってきたんですけど、別にこれチェックイン時必要ないですからね。これはなくて大丈夫です。物好きなんで持ってきてるだけです。そろそろチェックインの時間なんで行きましょうかね。まあ、やっぱ南の方が多少は栄えてますね。栄えてるっていうか、まあ、にぎわいはちょっと残ってます。なんだこれ、機材繰り遅れたのかな。40分ぐらい遅れてますね。まあ暇つぶししてましょうかね。成田空港のね、南ウィングの国内線って本当に何もないんですよね。申し訳程度に ANA フェスタがあるだけっていうね。マジで。まあでもね、僕のモットーは2時間前行動なんで、まあいいんですけど。ありがとうございます。搭乗口に入れております。ということでシートチェックです。シートはこんな感じ。今回は比較的初期型の座席になったのかなということで、ちょっと変わった形してるテーブルなんですけど、まあ、こんだけ広さがあれば十分かなというような感じです。下にはポケットがありまして、シートピッチの方はまあ LCC なんでそこまで広くはないんですが、足を伸ばすということはまあまあできるかなというような感じですね。結局機材故障で相当遅れちゃったんですけど、なんかがぶっ壊れたんでしょうね。プッシュバック開始ですけど、なんかものすごい雨ですよね。これから沖縄に行くのに、もう晴れてくれなんか ちょっとなんか困るんだけどなみたいな感じはするんですけど、まあ、上空に出ちゃえばね、そんなことないですからね。そんな一抹の不安を感じながら、ベビーカー走路に向けてタクシングをしていきます。北風運用、ビーカソルのランウェイ34ライトからの離陸です。さて、無事に雲の上に出てきたと思いきや、なんかものすごい高いところまで分厚い雲が、なんだこれと遅れたりすごい曇ってたりで、ね、先行きがちょっと不安になってきましたけど、ようやっとね青空が見えてきたんですが、なんかちょっと綺麗な青空じゃないんですよね。この辺もまだ雲がちょっとかかってるぐらいでね、おい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 と。しかもこの日はまさかの全国的にこのくらいね雲がはびこってやがったということで、沖縄も例に漏れず、これはちょっと面倒なことになってきましたよね。高速路地速に直します。約700m ですね。こちらでございます。強い風の軸がございまして、次第に風が非常に高く、まあ暇なんで機内デジタルサービスのご案内ということで、ちょっと耳いじくってみましょうか。こんな感じで機内食の追加購入、一番下にあるのがフライトマップ、もしやと思ってねこれ開くと、まあ、こんな感じで現在位置が分かるんですよね。もうすでに紀伊半島の先端のあたりまで来てますね。早いもんですね。ということでモニターがね座席についてないんですけど、まあ、自分の携帯でこういう位置情報とかを見ることができるので、まあいいのかなと。飛行機好きなんかはね、こういう地図を見てるだけでもすぐに時間が過ぎていくような、そういう人間なので、こういうのありがたいですよね。特に今回みたいなね石垣便なんていうのは3時間ぐらいかかる、そこそこ時間の長い便なので、こういうちょっとしたコンテンツみたいなのがねあると結構ありがたいんですよね。
今の時期綺麗な赤いデイゴの花が咲いてみたいなね、そういうのをイメージしてたんですよね。そういうのを望んでたんですけど、ちょっと厳しいかなと。日頃の行いなんですかね。なんかでも悪いことした覚えはないんですけどね。女性様をお座席にお座りになりまして、座席でお席ベルト着用お願いいたします。現在九州の太平洋沖合に差し掛かっているところでございますが、なんだこの雲の主張の激しさはというね、そんな主張されてもちょっと僕は望んでないんですけど。この間の稲佐山ぐらいね、大変なことになっていましたよね。もういや、大変だこりゃ、おやすみなさい。寝て起きたらね、まあそれなりに夕焼けが綺麗に見えてたんですけど、今回の沖縄滞在で一番綺麗にあのお日様が見えたのはこれが最後でしたね。さて、これから着陸していく石垣島が見えてきました。この日は風向きの都合上、ここから180度旋回をして岸を北に向けてから滑走路に侵入していくようなルートが取られていたので、海の上で180度旋回をね、ぐるーっとしていきます。石垣島上空に入りました。修学旅行以来ですか、こうやって石垣に来たのは。5、6年ぶりぐらいですかね。乗務一同心よりお待ちしています。まあ、お気に席にお座りのままお待ちください。皆様のご協力とご協力をお願いいたします。予定より2時間ほど遅れて、もう大どん天の新石垣空港に着いたぞということなんですけれども、やっぱね、南の島だけあって飛行機降りた瞬間からジメッとした暖かい風が吹いてくるんですよね。こういうのを感じると、はるばる沖縄まで来たなというような感じがしますね。やっぱ中綺麗ですよね。南国風で水槽なんかもあっていいですよね。で、そしたらここから一旦市街地まで行かないといけないので、バス乗り場に移動しましょうかね。お待たせいたしました、このバス。片道32分で着きましたね。今日のホテルはここから歩いて10分ぐらいあるので、その前に夕飯調達です。あの市街地からめちゃめちゃ離れてきてるんですけど、今日のお宿は東横インなんですね。石垣にもね、東横インってちゃんとあるんですよ。めちゃめちゃ暗いな、ここなんだこれ。この先に本当にあんのかな。あったいや、よかったよかった、この道だってて、夕暮れのモールとかがあるあたりからね、歩いて13分ぐらいなんですけど、いやこんな感じで結構奥まったところにあるんですけど、石垣島の東横インならではなんですけど、床がカーペットじゃなくてこうタイルになってるんですよね。結構ジメジメしてるんで、タイルの方が湿気を吸うとか、なんかそういうのがあるんでしょうね。石垣まで来て東横イン系、絶対そういう意見あると思うんですけど、別に高級リゾートホテルに泊まんなくても石垣気分は味わえるんですよ。そう、彼らがいればね。いや、ブヨブヨになっちゃった。ということでね、まあ、旅くじを使ってここまで来たわけなんですけれども、皆さんもね、行き先どこになるかわかんないので結構楽しいと思います。1回5000円の大博打に、どうぞ参加してみてくださいということで、今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。